YouTube ライブ配信をしようと思います。でもラジオになります。ラジオです。 YouTube で動画で自力でラジオ履歴です。履歴です。で、FC2 ライブでも配信してるんですけど、 FC2 ライブ定着してなくて、ドワンゴメンテナンス中で、 YouTube ライブではラジオで、 YouTube でラジオで利益置いとこうと思います。で、そのこれは1ヶ月に1、2回ぐらいだと思います。踊ってみた、歌ってみた、もう1ヶ月に2回ぐらいで、全部1ヶ月に2回ぐらいって思ってて、何か習慣化するときに1ヶ月に2回か3回ぐらい習慣化すればいいと思ってて、1ヶ月に2回か3回習慣化しようと思ってて、で、ツイキャスのアーカイブってあるんですよ。ツイキャスにアーカイブってイヤホンとか Bluetooth イヤホンで聞けるその音源とかもあって、ツイキャスのアーカイブに音源があって、そこにアーカイブに音源があったりとか、歌ってみたとか踊ってみたとか出しているんですよ。出してて、で、いろんなサイトにいっぱいいて、あれ、どこをまとめようって思っても、あれってなって TwitterX も意味わからないキャラになってて、で、今日話をしようと思っているのが、今は2024年です。そうですよね。今2024年で、2024年ですけど、なんか倫理観とか、その全部アップデート、教養とかもアップデートしなきゃいけないと思ってて、で、その時代時代にアップデートされていくんですよ。iPhone とか iPad だってアップデートされていくじゃないです。で、時代時代にアップデートされていくんで、その、なんか、その、価値観を教えつけるのとか、倫理観、何それ？とか、よくあって、その、人の倫理観とかを聞いて、あ、そういう考えも、そういう考えもあるって思って、人の教養聞いて、それ、いつの教養ですか？っていう時もあって、で、なんか今の2024年のその教養とかをしっかりとしなきゃいけないと思ってて、ピクト6とかもあるし、 iPhone もアップデートされていくし、で、その iPhone Pro とかもいっぱい出てきてて、いっぱいあって、で、その価値観ですけど、自分の価値観は、なんだっけ、優しくて真面目で明るくて紳士で野性的で暴力的な人がモテると思ってて、そのみんなの話を合計したら、優しくて真面目で明るくて紳士で野性的で暴力的な人を、そのがモテると思ってて、多分その人の、その、なんだろう。なんか、人のその、モテる要素って、ここだと思ってるんですよ。でも、難しいんですよ。これ難しくて。優しいと真面目って難しくて。それって、その、なんか男の人に多いんですけど、優しくて真面目な人って。その、ボートレースとかに行くんですけど、ボートレースとか行ってみんな、その、なんだろう。規則とかマナーとかがしっかりしてる人が多くて、ボートレースの客層とか、すごい常識がある人たちなんですよ。ボートレースなんか、客層って常識がある人たちばっかりで、これボートレースに行った人はわかると思うんですけど、ボートレースに行った人はわかると思ってて、すっごい客層いいんですよ。その倫理観とか教養とかを、ボートレースの客層にしたら、あ、
優しくて真面目って思うんですよ。ここで多分一旦そのジェネレーションというかその価値観がずれが出てくると思うんですけど、一回ボートレースに行ってみたら分かるんですよ。そのなんだろう、ボートレースの人たちの客層がいいっていう、その例えばなんか座るときはそのハンカチとかを引いてくれるような人がいっぱいいるんですよ。独身の男の人がいっぱいいて、独身の男の人ってすごい、独身の男の人は真面目な人が多いんですけど、なんかハンカチを引いてくれるような人ばっかりなんですよ。その紳士な人ばっかりで、でそのボートレースに行ったら分かるんですよ、めちゃめちゃ客層がいいって。そのなんだろう、そういうカジノとかはあれですけど、ボートレースとかそういうのって客層がいいんですよ多分。でなんかそのこの話があるんですけど、なんだっけ、その安いお店をいっぱい置いた地域は治安が悪くなるんですよ。で時計屋さんとかゴルフ屋さんとか高いお店を置いた地域は治安が良くなるんですよ。この話有名なんですけど、か時計屋さんとかゴルフ屋さんとかがあるところは客層が良くなって治安も良くて客層もいいんですよ。でその安いお店を置いたら治安が悪くなるんですよ。でだからそのでもなんか今その自民党とかがいろいろ頑張ってその物価高対策とかしてますけど、自民党の人たちが頑張っていろいろしてくださってますけど、でもそのなんだろう、客層とかを考えていけば中間ぐらいを作ればいいと思ってて、中間ぐらいが一番いいと思ってて、その中間ぐらいの客層をどこも狙っていけばいいんじゃないのって思う時はよくあります。世の中全部お金でできているんで、お金と健康でできているんで。それでフリーメイソンの話ですけど、フリーメイソンの話はなんかフリーメイソンが最近表に出るようになって、でそのなんか数年前はフリーメイソンとか表に出るような感じではなかったんですよ。その私フリーメイソンをずっと調べてたんですけど、私は死体研究所とかフリーメイソンを調べてるんですけど、そこを研究してるんですけど、でフリーメイソンはなんかなんだっけ、2022年に地球が終わるとかなんか言ってたんですよ。それ私なんかそのドワンゴで配信したんですけど、フリーメイソンが2022年で地球が終わるって言ってるっていう配信をしたんですよ。ライブ配信をして、でその時にフリーメイソンはなんか断言してたんですよ。その2022年に地球が終わるって言ってて、で2022年の4月にそのまだ地球続いてて、あれって思って、今2025年、2024年か、2024年で、どこをどう見て2022年って言ったんだろうって思って、でもなんか世界地図を見てみたら、自分の見解ですよ。こっからはフリーメイソンではなくて自分の見解なんですけど、私よく Google マップの世界地図を見てるんですよ。世界地図を見てて、でなんか2022年ぐらいにアイルランドで核実験が行われたらしいんですよ。核実験したら被爆した人たちがその頭がいかれたりとかするんですけど、でなんか核実験をアイルランドで2022年ぐらいにそのしたっていうのをその陰謀論界隈で聞いて、陰謀論とか都市伝説の人たちに聞いて、東京に住んでる聞いて、なんだっけ、東京に住んでる医学部出身の陰謀論界隈の人にその2022年にアイルランドで核実験をしたっていうのを聞いて、その大学生で研究してる人が言ってるんだからそれは事実だって思ったんですよ。でその時に世界地図を見たんですよ、 Google マップの。そしたらアイルランドは粉々になってたんですよ。粉々になってて、
しかもめっちゃ暑かったんですよ、その時期。暑くて。で、めっちゃ暑くて、その、クーラーとかもなんか18度とかにしてたんですよ。19度とか。19度とかにしてて、20度か。19度か20度ぐらいにしてて、めっちゃ暑くて、なんか全体的に暑くて、なんか、しかもなんか、その2023年ぐらいにウランとか置かれたみたいなのが YouTube でいっぱい回ってきて、なんか YouTube の TL をずっと見てたんですよ。TwitterX みたいに YouTube の TL をずっと見てて、2023年ぐらいにウランが置かれたとかいうのも出てきて、で、なんか世界地図見たら、なんか、どこだっけ？ヨーロッパも粉々になってるんですよ、今。そういえばなんかロシアがウクライナ侵攻してて、まあヨーロッパ侵攻かしてて、ヨーロッパが粉々になってるんですよ、Google マップ見たら。その、ヨーロッパが今粉々になってて、ロシアって軍事兵器を作ってたところで、で、軍事兵器すごいいっぱい持ってるところで、で、ずっと軍事兵器を研究してるところで、で、軍事兵器をずっと作ってて、中国も軍事施設とか軍事兵器とか軍事機器がいっぱいあるところで、で、中国とロシアと北朝鮮はつながってて、で、2022年ぐらいに、そのアイルランドで核実験が行われたっていうのを聞いて、で、なんか、めっちゃ暑くて、その時期。めちゃめちゃ暑くて、なんか、日本も暑かったんですけど、ウランとかも置かれたとか YouTube の TL で回ってきて、暑かったんですけど、ウランって、その、核燃料だから暑いんですよ。中国人がウランを置いたっていうのが回ってきて。で、なんか、あ、ガチで2022年、23年、なんか、その、世界がイカれてるみたいな話をよくしてたんですよ。世界がぐにゃってなっててイカれてるっていう話をずっとしてて。で、なんか、それで急になんか、イーロン・マスク氏が宇宙スペースの話とかをし始めて、で、なんかそのイーロン・マスク氏とビル・ゲイツが人口削減を考えてるってニュースが2018年ぐらいにあったんですよ。2018年とか2017年ぐらいにビル・ゲイツと、誰だっけ、ビル・ゲイツでパソコン作った人なんですけど、初めてパソコン作った人がビル・ゲイツで、ビル・ゲイツとイーロン・マスク氏が人口削減を考えてるって言ってて、で、なんかそれぐらいからなんかコロナとかワクチンとか出てきて、あれって思って、あ、それでなんか1日2000人コロナ感染者が出ましたとか、コロナ感染者とかそういうのがいっぱい回ってきて、で、それでなんかあれって思ってて、1日に200人死にましたとかいうのが、200人だったっけ？ 200 人とかニュースで、なんか1日に200人が4年間か5年間続いて、それでなんかいなくなった人も多くて、配信者もいなくなった人多くて、でも配信者いなくなった人思い出せないんですよ。倉内さんとか稲子さんとかしか思い出せなくて。で、それでなんかいなくなっていって、で、今生き残ってる人たち、なんでこの人たちが生き残ってるのみたいな人たちが生き残ってて、絶対バカしか残ってないんですよね。バカしか生き残ってなくて、そのなんか頭がいい人はいなくなってると思うんですよ。頭がいい人ってなんかこの、なんだろう、世界のシステムを見た時にそのズレが生じてるんで、その多分自殺とかしちゃうんですよ、頭いい人は。で、バカは気づいてないんで、その、あ、自分は、その、生きてていい存在とかも思わないで、その、いるんですよ、多分。バカは。で、バカしかいないとずっと思ってて、で、その、頭いい人がいないというか、その、コロナ前とかは、なんか頭いい人が多かったんですよ。あ、めっちゃ頭いいってずっと思ってて。その、頭いい人多いってずっと思ってて。うわ、だから自分とか全然頭良くないとかずっと思ってて。みんな頭いいとかずっと思ってて。みんなっていうか、その、全員頭いいってずっと思ってて。うわ、頭いい人が多いとか。あ、もう自分、なんか、メンヘラキャラに回らなきゃいけないとか思ってて。で、なんか急になんか、その、ビル・ゲイツ
とイーロン・マスク氏が人口削減とかいうニュースが出てきて、それでなんか人口削減されて、コロナとかで1日2000人感染に100人死亡とか出てきて、で、それでなんか、なんか物理的に私が一番頭良くなったって思ってて、IQ が171あるんで、物理的に一番頭良くなってるんですよ。その証拠は、そのゲームでトップランカーと暗記能力をいっぱい出してるところで、いっぱい証拠いっぱいあるんですけど、探せば見た目とか、見た目とか頭がいい、なんかいろいろあるんですけど、物理的に私が一番頭良くなってるんですよ。世界で一番頭いいの私って思ってて、なんか見た目もなんか物理的に良くなってて、なんかそれで、物理的にランキングが上がって、それでその IQ も多分一番良くて、鳥が。一番頭いいのは自分って思ってて、自分が一番頭いいと思ってて、それが暗記能力が高いからです。暗記能力が高くて全部覚えてるんですよ 全部覚えてるんですよ。 IQ も171あって全部覚えてて、暗記能力も高くて、で、その全部できちゃうんですよ。全部できちゃう、何もかもできちゃう。多分一番私が頭いいと思ってて、見た目もそうだし、多分見た目も多分 見た目しか見られないんですよ。世の中って見た目だと思ってて、 IQ とかも見られるんですけど、私はその IQ、 70とか50ぐらいの人が好きなんですけど、バカが好きなんですけど、自分が頭がいいんで、IQ171 あって世界で一番頭いいの私なんで、で、その IQ が高い人から見ればバカが好きになるんですよね。バカが好きになって、で、多分自分と真逆の人を好きになるんで、頭がいいんで、何回も言ってるか、私自分で何言ったっけと思って何回も言ってるんですけど、私それ言ったっけと思って何回も言ってて、今言いましたね。もう一回確認します。もう一回言おうと思います。自分が世界で一番頭が良くて、IQ171 あって、見た目もいい、証明もいっぱいできているっていうのがあって、で、自分と真逆な人が好きで、バカが好きなんですけど、バカとか真逆な人が好きで、で、今、接している人たちも、真逆な人と接してるんですけど、で、多分、何を言おうと思ったんだっけ？ああ、忘れた。何を言おうと思ったか忘れたんですけど、でもなんか、結局、人に何か言うときは、掃除とベッドのシーツを変えることと、清潔感があることと、誰かに好かれているっていうのができていって、で、人に物を申せると思うんですよ。自分が思ってるのは、全部自分でできる人ですね。清潔感を持ってる人ですよ。清潔感を持ってる人で、掃除とかできて。でも、独身の一人暮らしとか、それ全部できてて、独身の一人暮らし、最強説全部できてるんで、っていうのはあると思います。これができて、何か言えるんじゃないの？とは思ってて、掃除とか、清潔感とか大事だと思いますよ。清潔感が大事だと思ってますよ。で、世界を牛耳ってる。世界を牛耳ってるっていうか、コロナとかワクチンとかウイルスとかテロとかやってるのは DARPA で、DARPA っていう、一番最高機関があって、最高機関に DARPA ってところがあって、で、
アメリカのテロ機関なんですけど、テロ機関、テロを何千年もやってるところがあるんですけど、テロを何千年もやってて、で、そのなんだっけ、その世界を、その、いろいろ見てるところで、で、その最高機関が DARPA で、テロを何千年もやってるんで、ウイルスとか公害病とかも多分してるところだと思うんですよ、出してるところだと思うんですよね。公害病とかウイルスとか、もうコロナもワクチンも監視社会も DARPA がやってると思ってて、で、その DARPA ってアメリカの機関で300人くらいだから、そんなそのすぐ何かできるってわけじゃなくて、多分そのなんかテロをやってるところだと思います。テロ組織だと思います。そこが全部やっていることにしましょう。で、そこが最終的に目指してるのが何かわからなくて、何を目指してるんだろうってずっと思ってて、そのコロナとかワクチンとかすっごい、その手間もコストもかかる、めちゃめちゃ手間コストかかって、その誰もメリット生まれないことしてて、わけがわからないんですよね。そのなんか、何かあるんでしょう、何か計画があるんでしょう、計画があって、そのなんか、その最終目的が何かわからないみたいな、そのダーパがやってることがわからないみたいな、テロがしたいだけじゃないのって思ってて、それでなんか、そのヨーロッパとかも粉々になってて、世界地図の Google マップ開いたヨーロッパは粉々になってるんですけど、で、ロシアはあって、アメリカもアメリカはしっかりとあって、それはダーパがアメリカだからアメリカしっかりありますわって。で、アメリカもしっかりあって、 DARPA は肯定も否定もしないんですけど、アメリカが好きなんでアメリカの DARPA いいんじゃないのと思いますけど、いいんじゃないって言ったら否定しなきゃいけないですけど、その肯定も否定もできないんですよ。その DARPA がやってることの意味がわからないと思ってるんで、それでその Google マップ開いたらアメリカがしっかりあって、で、中国もしっかりあって、インドネシアもしっかりあって、オーストラリアとか粉々になってるところあるけどしっかりあって、で、どこだったっけ、サウジアラビアとか東南アジアじゃ、東南サウジアラビアと、なんだっけ、石油とかしてるところ、アラブ諸国かな、アラブ諸国、石油ってアラブ諸国とかもしっかりあって、しっかりアラブ諸国も粉々になってるんですよね。アラブ諸国もなんか戦争してるんで粉々になってて、 Google マップ見たら、それパレスチナとイスラエルと石油、アラブ諸国もなんか粉々になってて、 Google マップ見たら、 Google マップで分かるんですよ、どこでその核兵器とかミサイルとか戦争が起こってるかとかにも分かって、それがなんかそのヨーロッパが粉々になってて、それでそのなんでってなんでって思うんですけど、それで日本がなくなってるんですよ、それが 日本がないんですよ。 Google マップ見たら分かると思いますけど、 Google マップ見て日本がないんですよ。いや、日本あるんですけど、日本がなんかその浮いてるんですよ。日本がその浮いてるんですよ。Google マップ見たら分かると思うんですけど、浮いてるというか、その多分4回ぐらいなんかいろいろ合ってるんですよ、多分文明みたいな、文明で4回ぐらいその文明が多分それで、日本だけなんか浮いてるんですよ、 Google マップ見たら。で、東京がないんですよ、 Google マップ見たら。東京がなくて、で、なんか大阪もなくて、で、その北海道が粉々で、で、東北も粉々で、で、
その和歌山県と福岡県だけはっきりあるんですよ、しっかりとあって。なんでって、そのダーパのチョイスが意味がわからないんですよ。その日本地図見た時に和歌山県とその愛媛県と福岡県だけ、広島もしっかりあるんですよ。東京がないんですよ。東京と大阪がないんですよ。なんか浮いてるんですよ。東京と大阪浮いてて。で、なんかいろいろ浮いてるんですよ。日本地図っていうか、Google マップの日本を見たら浮いてますよ。4個ぐらいあるんじゃないのかなと思ってますけど。4回ぐらい文明が進んでて、4回ぐらいなんか、そのリセットされて、それで今住んでるところ宇宙スペースの可能性ありますよ。わかんないけど。で、ダーパが考えてることがわかんない。で、なんだっけ。ダンスの話ですけど、ダンスの話はまた次回しようと思ってて、ダンスの話をまた次回しようと思ってます。ダンスは次のフレーズを考えてダンスしてます。ダンスを踊っている時に、ダンス踊ってる時に、その次のフレーズを考えながらダンスしてるんですよ。で、歌は練習だと思ってて、でもダンスはその腰を痛めるんで、腰が痛くて体が動かなくなるんで、そのミュージカルダンスをしようと思ってます。歌は練習のみだと思ってて、ずっと練習のみだと思ってて、練習を本番だと思ってます。練習を本番と思って練習してます。歌は、例えば「いつからか素敵なことは必然を要してどこかを失った」心のつながりに怯えて体で踏み落としいた、もしも二人深く思えていつかここで時を経てもずっと私あなたを愛して手を伸ばしてると思えたので、歌は一つ一つを丁寧に歌うんですよ。区切って頭の中で区切って丁寧に歌ってて、で強弱をつけて歌うっていうのを、次回また次はダンスと歌のそのあれを言います。次回歌とダンスのお話をします。で、最近聴いてる歌を最後流して。では、また次回、YouTube ライブではない、ラジオをします。第1回でした。第1回。FC2 ライブもやってるんで、でも定着してないんで、YouTube、ラジオ、履歴、置いとこうと思います。ツイキャスのアーカイブにも音源あるんで、それと、TwitterX も更新していって、YouTube にはダンス踊ってみたボートレースを上げてます。では、ボートレース言い出したの私ですよ。で、それで、なんだっけ、次回はダンス、歌のレッスンです。で、転売とかもおすすめしますよ。転売とか、ボートレースとか。結局ハラスメントとかあるんだったら、パワハラとかハラスメントとかコロナとかあるんだったら、ボートレースと転売とか、ステマとか、広告とか、ボートレースじゃないのと思いますけど 結局何か、コロナハラスメントから抜け出すには、ボートレース、転売とか、ステマとか、
SNS とかインターネットとかしかないと思います。コロナ対策としてはコロナにかからないように生きてるわけであって、コロナにかかりたくないです。コロナにかかりたくないし、私一回もコロナにかかってないんですよ。私まだ一回もコロナにかかってなくて、そのコロナって存在するのって思ってるんですよね。私の周りもコロナにかかってないんで、コロナに一回もかかってなくて、そのコロナにかからないその対策も次のラジオで言います。一回もコロナにかからない秘訣で、その私は全部健康なんですけど、項目全部健康で、その運動もできるし、なんか見た目もいいんですけど、その秘訣も次のラジオで言います。ではありがとうございます。最近聴いてる音楽を流して、それで終わろうと思います。最近聴いてるっていうか、そこそこいいと思ってる、そこがかなりとてもとてもいいと思ってる歌を流して終わろうと思います。ありがとうございます。何もかもが全てでも
ら君はもう翼上げろ翼下げろ最後は全員手を上げろ。ありがとうございます。では、次回、お呼びでない？